ニュースです。知多市青少年会館で外国の文化に親しむイベントが開かれました。知多市青少年会館で28日、喫茶で国際交流アラブを楽しむひとときと題された催しが開かれました。このイベントは多くの人に外国の文化に親しんでもらおうと、知多市国際交流協会が年に2回企画しています。これまでのイベントでは韓国語や英語について学ぶ講座が開催されてきました。今回は中東のアラブにスポットを当て、参加者が現地の服装や宗教、音楽などの文化について学びました。イベントでは初めに知多市内でベリーダンスの教室を開いている岩月ゆかりさんがアラブの音楽文化などを紹介しました。岩月さんはアラブで盛んに行われているベリーダンスについて説明したほか、現地の音楽の特徴などについて話していました。皆さん、平和のピアノとか触ることありますか？アラブの音楽には黒いところと白いところの間の音があるんです。イベントの後半には岩月さんが結成したアラブ音楽のグループラヤリエルウースとベリーダンス教室の生徒たちが踊りを披露しました。出演者たちは民族楽器のネイと呼ばれる笛やダラブッカと呼ばれる太鼓の音色に合わせて華麗な踊りを見せていました。またベリーダンスの体験や中東料理の試食も行われ、参加した人たちはイベントを楽しみながら外国文化に触れていました。台風が近づく中での開催でしたが、多くの方が参加していました。それでは続いての